お,お疲れ様です。なんかね、三人麻雀をもう一回、まあ、実況付きでやってくれということだったんで、なんか前回の三人麻雀の私の動画面白かったみたいですね。あの、少ないファンの皆様からね、再度やってくれということだったんで、三人麻雀をね、させていただきます。はい、広告が出ますけどもね、これはもう自由、なんですかね、無料漫画の、無料漫画じゃない、いや、無料ゲームの宿命ですね。はい、これで行きましょうか。相手は二人。 シャーチャーか。シャーチャーって3打じゃね、不利なんですよ。あの、やっぱり飛んで終わる可能性が高いですかね、3打ちはね。あ、もうシャー出ちゃいましたね。これはちょっと、持っといた方がいいでしょう。で、自敗の扱い方はものすごく大事なんで、あの、軽々に切らないようにした方がいいですね。で、こういう場合は、まあ、何を合わせて切りましょうか。はい、じゃあ、チューンも合わせておきましょうか。ペイが出たんですけども、 これはシャアを切ってもいいけどまあインピンにしときましょうかあもう上がっちゃいましたかうんはいえー、局が進みますおなんか自配が多いワクワクする手配ですねこれはねピンズに寄せていってもいいんですけどドラかうーんちょっと悩みますね あの、二人ともね、ピンズに押してるみたいなんで、ここは一丁、想像いきましょうか。勇気を出して。あれちょっと見立て違いだったですかね、これは。ただちょっと自配が切れる展開じゃないですね。はい。自配ちょっと溜め込んで、ツーイーソを狙ってる人がいるかもしれません。トン、シャート。まだまだ自配切っちゃダメですね。はい。自配が簡単に出ちゃってます。 何やってるんでしょうかチューンは切っといたらいいでしょう。えっ、ー、と、トーンもいいでしょうね。ほら、自敗がなかなか出ないでしょう。あ、シャアね。はい。どうでしょうかおおおなかなか、あーしまった。これね、分かっていたんですよ。酸素がないから、リアンズを外した方がよかったんですよ。あもう遅いですね。はい。トイトイにならないかな。あー、酸品。 打ちち込ましちゃったか私のミスですね、これはね。はい。まあでも、自分より下ができたんで、安心というね。はい。じゃあ、赤ウピのドラドラ生かしていきましょうか。あまあ、さらにドラさんになりました。緩しないでしょ。緩嘘でしょ、これは。で、これで緩してもいいかな。なんか、とりあえず4枚揃ったら緩したくなるんですよね。なんかこう、麻雀打ってる人の本能としてね。<laughs> おかしなこと言ってますけども。はい。あ,ありがとうございます。 チュンで上がれるでしょう、うこれは。これ、チュン出るでしょう。う出ない。はい、もうお願いしますよ、そろそろ。はい、上がり。ね、これ、チュンで上がれる方なんですよ、これ。これ、つもり3個だったのかな思ったより安かったな。はい、じゃあ、やっと親番が来ました。うん。これは、一色手にしたいところですが、 まあどうですかね。おまあ一色手じゃなくていいか。あ一色手にしましょうか。キューピンもポンしましょう。はい。キューピンもポン。ねこれいらない。まあ E ピン引いた時だけね、一通に振り替わるんで、と思ってる矢先にテンパイが決まりました。このトンとキューピンのシャボで決めときゃいいでしょう。これは。はい、これで出るんじゃないですか。 ここねチーピンを切っていった方がいいですねこの E ピンを待ってる可能性があるんですよおなんか無茶乗ったじゃないこの人あ9ピンもちもちかうんまあいいでしょうなんかね欲張りしたらもっと欲張りがいたみたいな感じですね イペイコのようなパーピンの扱い方がねどうこうあ何やってんのもう嫌になっちゃいますねパーピンあ何がロン急走おお山越しになっちゃった痛いまあ全然逆転できると思うんですけどもこれチートイっぽいですねどうやら急ピンから切っていきましょうかああ留意層って手もあるか ないか、うん、トンが枯れましたんでこれはチートイの方に持ってった方がいいのかなうんピンズはまあ,あこの形を維持して留意層あるかな遅すぎますね留意層ねダメだな<ン>はい神の人が強いハネマン1400点 <laughs> しかないじゃんとりあえずラスはないな ラスがないぐらいで安心する私めでございましたこれはまあ役配じゃないんでスケド泣いていきましょうかこうやって露骨な仕掛けをすることも時には必要ですからねはいポンしていい射テンに構えましたはいどんな天ンでしょうかピンズは1から9まで何でも天ンじゃないですかこれ ピああ、なんとシャボなら上がれてたっていうね。はい、上がりました。誰かを飛ばして終わりというね。あ,あ、飛ばなかったか。オーラスになりましたね。親番を引き込みました。まあ、ラスはないでしょうから、気楽にやりましょう。あの人から何をやってるんでしょうね、うん。無駄なあがきをしないでもらいたいですね。 はい、ポンこれは嘘を切ってもいいでしょうね。<ッ>第二弦。これをチューンをポンと切る人いるんじゃないですか。うん、これサブローピンのが上がれそうですね。ローピンポンしてサブローピンっていうね。私の得意なパターンですよ。これ。うんこれ ヌード短期にしてみましょうか草薙短期まあ上がれるわけないですよねでも E ピンよく切りましたねこの人ね何を考えてるんでしょうこれ、ね、E ピン切るなってあ全員テンパイバカなしょうがない飛ばして終わりましょうかこうなったら はいいいですね。ルーピンいらないよね。うん。これ、想像も下に伸ばしていく形なんで。はい。あら、ローピンもいらない。うん、なんかシャボみたいになっちゃいそうだよ、これ。いかがわしいですね。あら飛ばすなやん。はい。まあ、2着で終わりました。 六マイナスですね。はい、まあ、言うことありません。もう、別に、さようなら。